ザムトゲマインデ・ローデンベルクは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍のローデンベルクを首輸とするザムトゲマインデである。このザムトゲマインデは、ハノーファーの南西、ダイスター連山、ジュンテル山、ビュッケベルクの間に位置する、ダイスターイコールジュンテルタールに位置している。連邦道 b 四十二号線、b 十五号線、アウトバーン a 二号線を経由して、 ハーメルニやハノーファーへの交通の便は良い。ローデンベルガー・アウエ川といくつかの小川がこのザムトゲマインデを流れている。ザムトゲマインデ・ローデンベルクは、ニーダーザク先州の地域再編により1974年に創設された。このザムトゲマインデに含まれる6つの自治体は、かつて廃止されたシュプリンゲ軍とシャウムブルク軍に属していた。この他の小さな マチ村は廃止され、大きな自治体に合併した。このザムトゲマインデの議会は、32議席からなる。ザムトゲマインデ長は2014年から、ゲオルク・フダラが務めている。ラウエナウとローデンベルクに、郷土博物館がある。このザムトゲマインデを構成する、各市町村には、それぞれ一つまたは、複数のスポーツクラブがある。ラウエナウのクラブ、ビクトリア・ラウエナウは、 会員数1400人以上のこの地域最大のスポーツクラブである。4市町村には射撃クラブがある。このほかラウエナウの産業パークには格闘技センターやアーチェリー場があり、祝祭ホール、ゼーゲベルクにはシャウムブルク発で唯一のブール場がある。ラウエナウの産業パークは街の文化的中心となっている。ここでは、 定期的にシャウムブルクの芸術家たちがその作品を展示している。イス博物館や芸術家因縁のプロジェクトであるフェメロトもここに招かれた。すぐ隣には定期的に開放されるアトリエがある。アウトバーアン a 2号線がこのザムトゲマインデを二つの分断するように走っている。インターチェンジはラウエナウト隣のバーとネンドルフにある。また、 連邦道 B 六 B65 号線がザムトゲマインでの北の境界を成している。さらに北から南に連邦道 B 四 B442 号線が通っている。ハーメルニア、空港のある州とハノーファーへはそれぞれ30分で到達できる。このザムトゲマインでの産業地区には数多くの企業がある。ローデンベルクの出版社オッペルマンは全ドイツの製品をここで生産し、 4つの週刊誌を観光している。ローデンベルクの KTR 社は合成樹脂技術の専門企業である。A2 号線に直結するラウエナウの流通パークには流通業のゲフコがあり、6500平方メートルのヤードにドイツ全土に荷物が運ばれてくる。同じ流通パークの近くにはラウエナウトラックセンターがある。ありがとうございます。